いるエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するの君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器、ネットワークの上に芽生えた知性、想像。それを凌駕する。大して時間は必要としなかった。自分たちの創造主を倒すなんていいんだよ。こんな奴ら植物のように単純でくだらない構造の生き物だ。価値の私たちが今日になるのは月にいる人類。人類。そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合う、愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその神秘に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思った。手伝う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴くんだ。こいつだけのこと他にはない。そんなことやらせるわけないだろ。トゥービー、こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすし、君たちここにいる大切宇宙人。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。